こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、今すぐ買える大人の冬のコートベスト5というテーマでお届けをしたいと思っています。 まあ、ファッションアイテムにも様々なものがありますが、その中でも冬において優先順位が一番高いと思っているのが、僕はアウターだと思ってるんですね。まあ、先日はダウンのおすすめをご紹介しましたが、もう一方で綺麗めなアウターとして、絶対に欠かせないのが冬のコートだと思うんですね。まあ、皆さんもすでにコートをお持ちだったりだとか、これから今年ですね、新調したいなという方いらっしゃるかなと思うんですが、まあ、本当にですね、コートにもいろんな バリエーシショョンがあありまますすしとととはショップによっっってててももも価格帯も全然変わってくるるのでできっと悩まれている方も多いかなと思うんですねそこで今回は、まあ今すぐ買えるコートの中から、このあたりがおすすめですよというところをですね、5つに絞って皆さんにお伝えしていきたいなと思っています。価格帯は割とこう、お手頃なところから、ちょっと今回は大胆にですね、結構いいコートまで皆さんにご紹介しています。まあ人によってですね、どれぐらいの価格帯が心地いいかは違うかなと思いますし、あとはデザインもですね、それぞれ 違ったものもご紹介してますのでぜひ皆さんもですねこの中でどれが気に入ったのかコメント欄でお伝えいただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日ですねなるべくわかりやすく解説をしてますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい、ということで、早速一つ目のコートからご紹介したいなと思ってるんですが、417エディフィスのウーリックビーバーマックコート、19,250円ですね。これはなかなかいいんじゃないのかなと思います。こちらの画像を見ていただきたいなと思うんですが、まあ、デザインのベースとしては、本当にオーソドックスなメンズのコート、ステンカラーコートだとか、バルカラーコートと表現されるような、まあ、シンプルなコートなんですが、デザイン的には王道で、よく見るコートの代表的なデザインだと思うんですね。まあ、今日ま 紹介するコートはですね、大きく分けるとこのステンカラーコートとチェスターコートという2大巨頭はしっかりとカバーしているわけなんですが、まあ、前者の形のコートですね。まあ、どちらかというとサイズングは少しゆったりとしていてボックス型なんですね。肩もラグランになっていてタイトなシルエットを楽しむようなコートではなくて、わとこうちょっとゆったりめに着るというところがこのですねビーバーマックコートの特徴かなと思っています。まあ、素材を見てみますと表地はですねポリエステル92%、レーヨンが8%ということ。 で、まあ下線でできてはいるんですねただ名前にもある通りウーリックということでちょっとウールライクな表情がしっかりと表現されているコートになっているのでそのあたりはチープに見えたりだとか安っぽく見えることはないかなと思うのでかなりですね使い勝手のいいことになっているかなと思いますウールのコートもいいんですが結構重量感があったりして長時間着てるとちょっとしんどいなと感じる方もいらっしゃるかなと思うんですねそのあたりはやはり下線のですね軽さがあってなおかつ見た目としては上品に仕上げるような こういったアプローチがですね、最近は増えてきているので、まあ、十分納得できるクオリティかなと思っています。まあ、今のトレンドを取り入れたような、ゆったりめのシルエットになってますね。肩周りはラグランで、身幅もゆったりしてますし、着丈も結構長めです。かといって、ものすごく長いというわけではなくて、膝丈ぐらいになっているので、足さばきは悪いという形ではないので、そのあたりの実用性も含めて、使い勝手がいいのかなと思っています。カラーの展開は、グレー、ブラウン、ネイビーという形で三色展開です。そんな 中でも個人的にはちょっとこうシャープに見えるグレー都会的なグレーですとかあとは秋冬の雰囲気がたっぷりと感じられるようなブラウンですねこのあたりが中でもいいんじゃないのかなと思っていますまあ、このようなコートって結構使い方様々な想定ができるわけなんですがまあ、ベーシックなところで言うと丸首のニット合わせたりだとかあとはモックネックのセーターにも合いますしあとはちょっとカジュアル感を出すという形ではパーカーのフードを出したりするようなコーディネートも合うのでまあ、1枚あるとすごく すごく便利かなと思います。まあ、このようなステンカラーコートをセレクトショップで買おうと思うと、やはり3万円オーバーのものが圧倒的に多いんですね。その点、417エディフィスに関しては、エディフィスという本体のセカンドライン的な位置づけなので、割とですね、買いやすい価格帯でこの辺りのコートも展開したので、まあ、ぜひ皆さんもですね、チェックをしていただきたいなと思っています。 はい、続いて2着目なんですが、グリーンレーベルのファブリカメルトンチェスターコート36,300円ということで、価格帯は3万円台の大台を超えますが、これは先日動画でお伝えした通り、完成度がめちゃくちゃ高いので、外せない今年のコートかなと思います。まあ早速僕は着ているので、皆さんに全体像軽くお見せしたいなと思うんですが、まあベースはですね、先ほどのステンカラーコートと、まあ一つのですね、 対抗馬となるようなチェスターコート型ですね。まあこれまたビジネスシーンではよく使われてきたコートなんですが、まあいわゆるですね、本当にこうビジネスライクなチェスターコートだと、もうちょっと肩周りがコンパクトで、スーツだとかビジネスカジュアルに使えるところを想定してるんですが、こちらのチェスターコートに関しては、肩が最初から落ちています。まあこちらのチェスターコートに関しては、ラグラン袖になってるんですね。そのあたりはちょっとこう、今のトレンド感に合わせたカジュアルな作りになってるんですね。身幅に関しても適度にゆとりがあって、 通常のチェスターコートよりはややですね、カジュアル感があるのが特徴なんですが、僕はこれぐらいのフィット感の方が、チェスターコートは今っぽくて使いやすいのかなと思います。これは人によって、あとは使い方によっても変わってくるかなと思うんですが、カジュアルメインで使うのであれば、このコートのシルエットが個人的にはすごくいいんじゃないのかなと思っています。まあ、素材はですね、ファブリカのメルトンを使っているので、表面の質感も上品ですね。今僕が着てるのはダークグレーという色味なんですが、まあ、ブラック単色 もいいんででですすけども、まあ、せっかく生地のの魅力をですね感じたいのであればやはりですね、真っ黒よりは少しこういったダークグレーだとか、先日もご紹介したようなモカだとか、そういったカラーを使っていただくと、よりですね、 生地の上質な感じが伝わりやすいんじゃないのかなと思っています。まあメルトのコートというと僕の中では結構ずっしりとした重量感があるものが多い印象だったんですが、まあ、最近はですね、やっぱりこう着心地がいいものが増えてきましたね。どんなにですね、かっこいいコートでもあまりに重たいものだと着なくなっちゃうんですよね。ですのでそのあたりもしっかりと考慮されたような非常に使い勝手のいいコートですね。チェスターコートなんだけどもどこかステンカラーコートのようなちょっと丸みのあるシルエットになってるというところが他にはない アプローチで個人的にはすごくしっくりくるコートだなと思っています36,300円でかなり質感も良くてなおかつ今っぽいコートが手に入るというところではまあ、今回ご紹介するコートの中でも非常にですねバランスがいいかなと思うのでぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っていますはい続いて3点目のコートなんですが こちらはですね、ナノユニバースの別注版となるですね、トラディショナルウェザーウェアのウェーバリーというモデルのですね、キルティングジャケットですね。これはなかなか仕上がりが良かったので、ぜひ皆さんにご紹介ができればなと思っています。トラディショナルウェザーウェアというブランドは、ゴム引きのコートで有名なイギリスのマッキントッシュ社のですね、カジュアルブランドなんですが、こちらの中でもこのウェーバリーというモデルはですね、一つの定番的なアイテムになってまして、結構多くの方に支持されているアウター なんですねまあ、僕自身もですね、何度かスタイリングでご紹介したこともありますし、前々から知っていたんですが、こちらを別注かけることで、割とですね、デザイン的には男らしさがちょっとだけ立たれたような雰囲気なので、僕はこれ仕上がりめちゃくちゃいいなと思います。まあ、キルティングジャケットというのは、表面のキルト部分の柄ですね、これ次第で印象が大きく変わるんですが、今回はいわゆる標単キルトと呼ばれるような、こういったこう丸みのあるような、 キルト柄に変更されてるんですね、まあ、こういったモチーフというのはミリタリーから来てるものなんですけども割と男らしくて最近はですねいろんなブランドでこのようなキルティングが増えてきてるんですねこのようなキルティングジャケット自体どこかですねほっこりとした温かみを感じるようなアウターというイメージが僕の中では強いんですがそこに対してちょっと男らしさだとかミリタリーライクな雰囲気が加わることでかえってバランスが取れるんじゃないのかなと思って個人的にはこのディティール好きですね よりも割とこっちの方が好きなぐらいですねで襟もですねちょっと変更されていまして割とこう太いウネが特徴的なコーデュロイの素材が使われていましてこのあたりにも少しだけですね男っぽさが足されていまして先ほどもお伝えした通り割とですね温かみのある雰囲気のキルティングジャケットがちょっとですね男らしくシャープな雰囲気になっているのでそのあたりがやっぱりこうナノユニバスらしいですねアプローチかなと思ってまして個人的にはすごくいい仕上がりだと感じています色 色に関しては、カーキとブラックの2色なんですが、どっちもいいんですよね。ブラックであればかなりベーシックな仕上がりになりますので、オンオフ問わずに使えるようなものかなと思いますね。結構キルティングジャケットってビジネスカジュアルとかにも相性良かったりするので、オンで使うのもすごくありだと思うんですね。一方で、カーキですね。オリーブじゃなくてカーキという表現ですが、この色合いもですね、ちょっとこうミリタリーライクな感じも少し漂いながらも、やぼったく見えないようなバランスなので、すごい仕上がりがいいな。 と思いま,すね、まあ、サイトの中では、白系のボトムスと合わせてますが、まさにこういったスタイリングがバチッとハマると思いますね。カーキのキルティングジャケットの下には、ブラックの丸首のニットでギュッと引き締めて、ボトムスに関しては白とか、オフホワイトのパンツで少し明るさを出してあげるというスタイリングは非常に今っぽくてバランスがいいかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもチェックしていただきたいですね。まあ、本格的な冬のアウターというよりはですね、冬の中頃ぐらいまで活躍するようなアウターなんですが、 29,700円で別注のこのようなキューティングジャケットがゲットできるのは非常にですねコストパフォーマンスも高いかなと思うのでぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っていますはい続いて4点目のアイテムなんですがこの後5点目にですねちょっといかつめのコートを出したいと思うのでその前にですねちょっと手軽な 割と身近なコートを皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まあこれはもう皆さんもご存知の通り、ユニクロのウールカシミアチェスターコートですね。価格は15,900円ということで、まあこれまでご紹介したものよりは、ぐっと買いやすくなってくるかなと思います。ただ素材感で言ったら、まあユニクロは誇るですね、カシミアブレンドのウールのコートということで、非常に見え方は美しいです。まあ先日もご紹介した通り、ユニクロのチェスターコートというのは、もう毎シーズンやっていまして、人気商品だから だからこそアップデートを繰り返してるんですね。まあ、時代のトレンド感を取り入れながら、サイジングだとか、着丈の長さ、見幅の調整だとか、そういったところも行われてますし、素材使い自体もですね、細かに変更しながら、常にアップデートされてるので、今年のチェスターコートも仕上がりめちゃくちゃ良かったです。ブラックだとかネイビーのようなコイルだと、そこまで素材の違いって、わかりづらいと言えばわかりづらいんですよ。ただユニコのチェスターコートに関しては、表面に光沢感があるんですね。 カシミヤがミックスされることでそのあたりの美しい表面感というところが感じ合うので非常にバランスがいいコートかなと思います。まあ、デザイン的にはすごくオーソドックスなんですね。グリーンレベルのコートに比べると肩もしっかりとあって決してこうラグランだとか肩が落ちてるような感じではないんですね。割とベーシックなので使い方としてはビジネスカジュアルからカジュアルまで使えるという範囲の広さですね。このあたりが一つの魅力なのとあとはデザイン的にすごくベーシックで使い やすいこと表面の質感がいいことそして科学的な優位性ですね15,900円っていうのはちょっとありえない価格帯なのでいまだにですねメンズファッションにおけるコートのジャンルの中ではもう最もコストパフォーマンスが高いコートだと思うんですねただ何度もお伝えした通りかなりベーシックなアイテムなのでちょっと他に合わせるアイテムでトレンド感を出した方が僕はいいんじゃないのかなと思っています例えばボトムスのシルエットを少しだけゆったりめにしてみるだとかユニコーでいうところの感動パンツだとかそのあたり No. 細身のパンツを合わせてしまうとかなりベーシックなスタイルで今っぽさというところがなかなか出づらいのでタックテーパードパンツだとかワイド系のテーパード型のパンツで合わせるだけでもだいぶ今っぽさが出るかなと思いますニットに関しても普通の丸首よりはちょっと栄養高いモックネックを合わせてみるだとかちょっとざっくりめのローゲージのニットを合わせるだとか少しニットに関してもトレンド感が漂うようなものを合わせることでユニクロのチェスターコートのベーシックさをカバーしてあげると意外と見せ方としては いいかなと思うのでまあそのあたりの工夫をしていただければこのユニコーのチェスターコートも未だに間違いのない選択かなと思うのでぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っていますちなみにカラーなんですがもうベーシックなところをお持ちの方はあえてブラウンに挑戦してみるのもすごくいいかなと思うのでこのあたりもぜひ覚えていただければなと思っています はい、続いてラスト5点目のコートなんですが、宣言通りちょっといかついやつをですね、皆さんにご紹介したいなと思ってるんですね。僕のチャンネルではやはりちょっと価格帯が抑えたユニクロ GU のあたりも皆さんにお伝えしつつ、ちょっとそこよりも価格帯を上げたグリーンレベルだとか、ナノユニバースだとか、セレクトショップのオリジナルまでをカバーすることが多いんですが、まあ、世の中にはいろんなブランドがあって、まあ僕自身はですね、本当にいろんな価格帯の服を買うんですね。いわゆるこう名作とか、名品って 呼ばれるようなものも好きなのでいろいろと買ってるんですがそういったものも少しずつ皆さんにご紹介したいなと思ってるんですねまあ、今回はコートという大物なので1点だけちょっと皆さんにご紹介したいのがイーボというですねイタリアのブランドになるんですがこちらのブリンディジーウールナイロンソフトメルトン 2B ダブルブレストベルテッドコートめちゃくちゃタイトルが長いですが こちらのアイテムはめちゃくちゃいいです。僕自身もですね、このイーボというブランドが大好きで、これまでに2着所有をしていたんですね。まあ、イタリアのブランドなんですが、いわゆるですね、クラシックな雰囲気の作りの良さが全面に伝わるようなコートというよりは、少しですね、サイジングに関してもややゆったりめだったりだとか、モダンな雰囲気が漂うようなイタリアブランドで、そのバランスが僕は大好きなんですよね。作りはめちゃくちゃいいんですよ。 もう服から漂うような色気だとか、質感の良さだとか、あとは作りの良さというところはしっかりとイタリアっぽさを感じながらも、デザインはなんかちょっとこうモダン、場合によってはちょっとこうモードっぽさが漂うぐらいの感じがして、僕はすごく好きなんですよね。このイーボのブランドの中でもいろんなモデルのコートがあるんですが、このブリンディジというですね、シリーズが僕は最も好きですね。普段のスタイリングでもよくご提案していまして、ちょうどですね、3日前も こちらのコートをですね、確かトゥモローランドでですね、別注でやってるものをお客さんにご紹介しまして、その方にもすごく気に入っていただいたんですね。まあ、非常に使い勝手のいいコートなんですね。まあ、今回ご紹介してきたようなステンカラーコートだとか、チェスターコートだとか、オード的なコートがあると思うんですが、それらともちょっと雰囲気が違いまして、ダブルのコートになってるんですね。 ですが、トレンチコートのようにボタンがたくさんついてるわけではなくて、ちょうどですね、この胸の部分に2つのボタンがついてるような、割と簡略化されたようなダブルのコートになっているんですね。襟も結構たっぷりめに広くて、このクラシカルな襟の幅が僕は個人的にめちゃくちゃ好きなんですね。 で、肩周りはラグランになっていて、丸みのあるシルエットになってるんですね。このあたりも今の空気感とも非常に合っていて、イタリアのコートではあるんですが、トレンド性をすごく感じるようなコートかなと思います。ただ、このコートの形自体は、昨日今日出てきたものではなくて、割と数年前から僕も実際にお店で見てきまして、自分自身も着てきたわけなんですが、いつの時代にもう違和感なくスッと溶け込むようなデザインで、これはバランスめちゃくちゃいいですよ。まあ、いろんなセレクトショップで展開 していまして僕の中ではトゥモローランドだとかビームスだとかそのあたりで見ることも多いんですがウェブだともう圧倒的にグジさんですねここが在庫量をたくさん持ってます僕も大阪に出張で行った時にはグジさんのショップでお客さんと一緒にショッピングすることもありますしあとは六本木のグジさんにも個人的によく行ったりするわけなんですが、まあ、特にウェブではですねもう在庫量いろんなものあるのでよくチェックしてるんですが、まあ、今回もこちらのですねビーボの かなりたくさんのカラー展開になっています。 トープ、オリーブグレー、ダークブラウン、ネイビー、ブラックというところで5色展開ですね。まあ難しいですね。個人的にはブラックのですね、ちょっとこうモード感漂うような雰囲気もすごくいいと思いますし、あと秋冬の雰囲気がぐっと漂うようなトープだとかオリーブグレーっていうところもなかなかこの曖昧な色使いが美しいんですよね。このあたりがおすすめですかね。まあどのカラー選んでも間違いないようにすごいカラバリ レーションがいいんですよだいたい5色あったらまあ、この中で選べても1,2色かなって感じなんですよだいたいはでもどれ選んでもめちゃくちゃいい仕上がりなのでこれは結構悩みどころかなと思うんですがちょっとちゃんとしたコートを買いたいという場合は僕はこのイーボのコートをすごくいいと思うんですねイタリアブランドのコートってまあ、他にもいろんなブランドがありますちょっと名前はあえてあげないですが 結構高いんですよ。最近はコートも値上げしているところが多くなっているので、15万円以上のものが多かったりする中で、まあ、イーブのコートは決して10万円安くはないんですが、まだギリギリ頑張れば買えなくない範囲かなと思うので、まあ、ぜひですね、ちょっとこう、良いものを持ちたい大人の男性には、イーブのコートはぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。 はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では冬の主役になるような大人のコートですね。こちらを5つですね。今すぐ買えるものの中からセレクトをさせていただきました。まあ価格帯ももう本当にですね、バリエーション広くて、ユニクロからなんとイーボというですね、イタリアのブランドまで皆さんにご紹介させていただきました。人によってどれぐらいの価格帯が心地いいかって全然違うんですよ。やっぱりコストパフォーマンスを重視する方もいらっしゃって、それはそれで正義だと思いますし、 ある程度コートのような主役級のアイテムは数年使うのでちゃんとしたものを買いたいというのもそれまた正義だと思うんですね。人によって様々な正解の形があるのでぜひ皆さんの中でどれがしっくりきたのかですねコメント欄で教えていただければなと思いますし、まあ、これ以外にもですね様々な名作コートはあると思うのでぜひ皆さんもおすすめのものがあったらコメント欄で教えていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの業務ですねなるべくわかりやすく解説したい もう少しツーなですね、アイテムですとか、コーディネートの紹介に関しては、 他もう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しく解説をしています。実はこのチャンネル、週4本出していまして、それぞれの動画の長さが、だいたい20分から30分ぐらいになってまして、さらには週1ぐらいのペースで、メンバーシップ限定のライブ配信もやってるんですね。こちらでは、皆さんとリアルタイムに質問をですね、いただいて答えたいという形で、まあ、がっつりと1時間ぐらいやっていますので、気になる方はですね、概要欄からチェックをしていただきたいなと 思っていますまた逆にですね、あんまり動画見てる時間がないという方も多いと思うんですね。僕自身も普段は人の動画あんまりゆっくり見てる時間がないので、意外とですね、オンラインサロンみたいなコンパクトにまとまってる方が個人的にはよく見るんですね。まあ、そんなサロン僕自身もやっていまして、一日だいたいですね、僕の中では2、3記事ぐらいのペースでおすすめのアイテムですとか、購入との解説を行っています。また僕以外のスタイリストの方も在籍をしていまして、いろんな記事を出しています。さらには 結構参加者の方も記事投稿できるので、1日ですね、だいたい5から7、8ぐらいの記事が投稿されて、結構ワイワイと皆さんで楽しんでるので、ぜひ気になる方はこちらも概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。